はい、メダ家族です。こんにちは。いやー、すごい雨でした。2日前、一晩で200ミリ以上の雨だったんですけど、溢れ返っちゃって容器が、まあ、稚魚とかね、流出はなかったみたいなんですけど、皆さんどうでしたでしょうか。大丈夫だったでしょうか。極端ですね、最近の気候は。また今度台風、すごい強力なやつが4日ぐらいだったかな、日本にやってくるらしいですけど、もうね、本当気をつけてください、本当に。台風で私も昔死ぬかと思ったことが一回ありますんで、はい、その時はもう近所のね、屋根とかが飛んで、コーポの屋根が飛んで、近所の100メートル飛びましたね。100メートル飛んで、他の家の、屋根に着地で、大型のクレーンが来て撤去しました。あの時、電柱が5本連続で倒れてました。ちょっとね、考えられないですよ、ほんと。かなり危険な、なんか今だったらもっと騒ぎになってるような気がするんだけど、それこそね、YouTube なんかでアップして、みんなそういう状況をね、見て驚くんじゃないかなと思うんですけど、昨日ね、行ってきました、ケイシのお宅に。半年ぶりかな、もっとかな。やっぱり全体的にメダカのレベルがですね、1段2段上です。やはりね、さすがというか、もう、脱帽ですね。脱帽というか、もうカツラね、もう取っちゃいました。もう本当に帽子かぶってないんでね、まあ、帽子みたいなもんか、カツラがね。まあ涼しかったんで、昨日も、まあまあいい撮影になったんじゃないかなと。2時間かかりましたね、昨日撮影は。で、嬉しかったの、やっぱりこのみゆきが、私が2年ぐらいかな、飼っていたやつで、ケイシに渡したんですけど、もうそのバトンをね、しっかり受け継いでくれて、本当ありがたいことです、本当にね。あ、これクリカンすごい赤かったですね、これ本当ね。単調全部すくっていただいたんですけど、これ全部ね、本当ね、持って帰りたかったです。でも私もちょっと容器の方が足りないので、だんだんと、ね、空だったんだけど、だんだんとメダカ増えてきちゃったんで、また嬉しいことに、ちょっとそれはね、持って帰らなかったんですけど、これはアケミだな。アケミはね、よくわかんないんですけどね、僕、オーロラだったかな、オーロラメダカにみゆきをかけてるのかな。まあそんな感じの、まだなんていうか、多分明けにって、これまだ未完成な部分が大きいんじゃないかなと思って見てました。ではですね、次回横見とかあるんで、あと他のメダカもご紹介いたします。ではメダ家族でした。ピヨヨーン。